えにわ市郷土資料館は、北海道えにわ市にある、郷土博物館である。1973年に、北海道えにわ南高等学校が桜町から白樺町に移転したことにより、1975年、桜町の旧校舎を利用して、えにわスポーツセンターとえにわ市郷土資料室を設置。1984年に、えにわ市郷土資料館、郷土学習館の試案作成。 1985年に建物の規模及び内容を縮小する必要があったため計画が見直しすることになった。1987年に江庭市郷土資料館設置基本構想が作成され、1989年に工事が着工された。1990年江庭市郷土資料室を桜町から南東松の江庭開拓記念公園の隣接先に移転。 移転により、郷土資料室は閉鎖。そして絵庭市郷土資料館として11月8日に、新館をオープンした。鉄筋コンクリート作り平屋一部2階建てである。開館時間入館料、駐車場休館日、近畿大学施設の北海道へに庭セミナーハウス1981年に、近畿大学が現在の用地取得した。取得後、北海道へに庭セミナーハウスなどを設置。 2010年には資源再生研究所内に北海道日本ハムファイターズのファイターズ農園が開園した。絵には開拓記念公園元は旧松園小学校の高地があり、同校は1971年に松江小学校に統合され廃校となった。1.1ヘクタールの幼地を市政施行10周年記念事業により整備、1979年。 めぐみ屋の宅地開発に伴い、跡地に、絵には開拓記念公園が造成された。水と緑の町づくりにおいて、条例により樹林地等1.1ヘクタールが自然環境保全地区等に、また園地は身近な自然地域に指定される。公園内には松園小学校の門柱がそのまま残されている。門柱の他にも記念碑などがある。開拓記念公園ということがあって、 公園内は、開拓にまつわる以下の石踏みもある。記載は、設置年代順。開拓記念公園は、木が生い茂っており、カラスが生息しているため、公園に立ち寄る際は気をつけておく必要がある。現に強度資料館の外に注意書きがされている。ありがとうございます。